ラトリップでは韓国のソウルをご紹介。 LCC のエアソウル高松ソウル便に乗っておよそ1時間40分であっという間に到着です。まずはソウルのクァンジャンシジャンで屋台を楽しみましょう。ソウルには市場がたくさんあるんですが、こちらの市場は特に美味しいものが集まっているということだけあってね、さっきからもいい匂いが漂いまくっております。こんにちは、フロムジャパン。美味しそう、美味しそう、美味しそう。チヂミすごい、結構分厚いんですね、韓国の本場のチヂミ。サックサク、おいしい。具もたっぷり、めっちゃ入ってますよ、ゴロゴロと。日本で食べてるチヂミとまた違う。隣いいですか？すごい美人なお姉さん。これ何食べてる？おでん。おでん、ちょっと待って、ちょっと待って。おでん、韓国におでんがあるんですね。あ、でっかいトッポギ。おいしい？おいしいです。おいしい、マシッソよ。マシッソよ。プチプラプチプラプラと旅に出よう。ちょっとこもあっという間パッとエンジョイデイ。プチプラプチプラプラ。今回紹介した韓国に香川から訪れるには LCC のエアソウル高松ソウル便がとっても便利。LCC だけど LCC っぽくないプレミアム LCC、 それがエアソウル高松ソウル便。イメージカラーのミントグリーンの機内は明るく華やかな雰囲気。そして座席間隔はフルサービス航空会社並みの31インチととっても広々としています。素敵な笑顔の CA さんにも癒されますね。航空券の予約はエアソウルのホームページから簡単にできます。高松ソウル便の料金は8000円。ネット予約限定の特別価格セールも随時開催しています。皆さんもプチプラでプレミアムな旅を。ミミカのプチプラトリップソウル編でした。